ゴーラホテルとは、かつて、神奈川県足柄下郡箱根町のゴーラ温泉にあったホテルである。箱根登山鉄道ゴーラ駅前にあり、交通支弁な立地であった。1937年5月、建設に着手され、1938年7月に、竣工し、神奈川県足柄下郡宮城野村あざゴーラ線3 0 0にて開業。 第二次世界大戦中の1942年に東京急行電鉄が買収し、戦争末期の1944年秋にはソ連、大使館が疎開していた。1945年、国際工業が東急より買い取り、同社のホテル事業の宣弁となった。1951年1月29日に政府登録国際観光旅館となるが、後の改造工事の結果により、 1952年6月9日に登録を取り消される。1952年12月15日に政府登録国際観光旅館に再登録する。1953年3月6日に外国通貨両替営業を開始する。跡地に立つホテル、木の湯雪月下1985年以降は運営が国際工業からグループの藤屋ホテルに委託されていた。しかし、 老朽化が進み、1998年3月営業を停止した。後地は、アーバンコーポレーショングループが取得し、2006年に新たなホテル、木の湯雪月下をオープンしている。なお、現存する箱根ゴーラホテルは、当ホテルとは別のホテルである。土浦基上設計の建物は、バウハウスの流れを組むモダニズムを取り入れた斬新なデザインであった。 春工当初の規模、構造は、地下1階、地上4階建て、夜階並びに東屋付の鉄筋コンクリート構造で一部、木造も併用され、その施工は、大倉土木であった。国際工業創業者の長野賢治が、当ホテルの買収交渉にあたり、当時のホテルオーナーで、東京急行電鉄総水であった、後藤慶太に認められ、人脈を得たとされている。その縁で後に、 国際工業は東京急行電鉄からバス事業を譲り受けている。太平洋戦争末期にはソ連大使館が疎開していた時期があった。当時ソ連を通じた終戦交渉を模索していた東郷持長外相の意を受け、広田幸喜元首相がヤコフマリク大使と数度にわたって接触したことが知られている。また、井上久志がその時代を舞台にした議局。 箱根ゴーラホテルを執筆している。ありがとうございます。